アポロ計画陰謀論とは、アメリカ合衆国が、航空宇宙局を中心として1960年代から1970年代に行った、アポロ計画が陰謀であったとする説や、デツゾであったとする説のことである。陰謀説には大きく分けて、以下の2種類のものがある。フィクションやジョークの類ではなく、事実として、アポロ計画デツゾ説を主張した。 最初の出版物は、ビル・ケーシングが1974年に出版した、ウィーネバーウ Went ーザムーンであるとされている。慈悲出版系の出版社から発行された、この本は、著者の主張によれば3万部が売れたという。キリスト教根本主義の一派である、平面地球協会は、月着陸が捏造だと NASA を弾劾した、最初の組織であり、 1972年から2001年の教会代表だったチャールズ・ジョンソンは SF 作家のアーサー・シー・クラークが脚本を書いてハリウッドのスタッフがアリゾナで撮影したと主張していたアポロ計画陰謀論に関連する映画としてアメリカによる友人化星探査を描いた SF 映画カプリコン1がある同年にイギリスではエイプリルフールのジョーク番組として 第三の選択が放映された。これは宇宙飛行士の名前をわざと間違えている登場人物を演じた俳優名が役名ともにキャストロールで明記されている制作年月日が4月1日になっているなど注意してみれば番組そのものが冗談だとわかるようになっていた。この番組はアメリカでも放映され間に受ける視聴者が続出した。 日本では同年フジテレビのシニア枠で、この番組は本年4月1日にイギリスで放送されて大反響を巻き起こしましたという前振りを入れて放映されたが番組を見た視聴者から新聞社や放送局に問い合わせが殺到し慌てたフジテレビではジョーク番組であった胸のコメントを発表した。1982年1月21日に日本テレビ 木曜スペシャル枠で放映されたが、視聴者がジョーク番組だとわかるための手がかりであるエンドクレジットがカットされて放映された。1991年8月28日には同番組がフジテレビで放映されたが、この時は放送の最後に4月1日と日本語のテロップで表示されていた。2000年代初めテレビ朝日がバラエティ番組、 不思議ドットテレビ。これマジで、アッポロ計画陰謀説を紹介し、エドウィン・オルドリン宇宙飛行士など関係者に取材するなどした後、数度にわたって番組を放送したが、番組を見た視聴者から、編集方法に偏りがあるとの苦情が放送と青少年に関する委員会へ寄せられ、委員会より、テレビ朝日へ苦情に対する回答要請が出された。 テレビ朝日は2003年の大晦日に放送したビート、たけしの世界はこうして騙されたの中でフランスのテレビ局が制作したオペレーション・リューンという番組を紹介した。その内容はアメリカ合衆国国防長官ドナルド・ラムズフェルドをはじめとするアメリカ高官がアポロ計画をデ造するために2001年宇宙の旅。 を監督したスタンリー・キューブリックに月面の映像作戦を依頼したと告白するというものであったがこの番組はアメリカの高官の発言の合間に役者の演じる架空の人物の発言を挟むことで高官が実際には言っていないことを言っているかのように錯覚させるフェイクドキュメンタリーと呼ばれるフィクション作品であるビート・タケシの世界はこうして騙された の司会者も、オペレーション・リューンの紹介が終わった後で、この番組は、エイプリルフール用に作られた、冗談番組ですと明言している。日本の陰謀論者の中には、自分の著作やコラムでこの番組を論拠とし、中華人民共和国が予定する、乗馬計画が、人類初の月面着陸となるであろう、と主張する者も,もいる。キリスト教文化が、 それほど浸透していない日本では、アメリカ同時多発テロ事件陰謀説等と同様に、反米主義を前提とした陰謀論や科学技術に対する無理解、会議と関連して唱えられることが多い。添島隆彦は2003年に、自身のブログで、アポロ計画がアメリカ政府による情報操作の具体例であると主張、2004年にそれを、 人類の月面着陸はなかったろう論として出版した。しかしブログに掲載された段階から、静止衛星やロケットの原理など、一般的な基礎知識や、初歩的科学に基づく部分だけでも多くの間違いがある、ことや、調査不足であることが、ネット上で多く指摘され、2005年の都学会による、日本とんでも本大賞に選定されている。 またその年末にと学会は人類の月面着陸はあったんだろうと学会レポートを出版しこれらのテレビ番組で取り上げられた内容や人類の月面着陸はなかったろう論の記述の中の科学的に誤った箇所について指摘を行ったテレビ東京系で2008年7月1日に放送された新説日本ミステリー2時間スペシャルでは ミステリーその17アポロ11号はやはり月に着陸していなかったとしてこの説を取り上げた。この中で、高野上船が月面着陸の映像は本物であるとし、添島高彦と大月義彦が鉄造であるという主張をした。宇宙開発関係の専門家でアポロ鉄造説を批判した者はいるが、支持すると表明した者は今のところ存在しない。 バラエティ番組やジョーク番組には登場するが、ニュース番組や科学評論では真面目に扱われてはいない。鉄像を主張する者の,の多くは、アポロ計画において撮影された写真において、矛盾点が散見されるということ、あるいは当時の科学、技術水準を考慮すると、月面への往復は不可能ではないかという推論を、その根拠にしている。実際はその多くが、 科学的無知や事実誤認に由来するものであり、これに対してアメリカでは NASA 当局や民間テレビ局、日本では科学者有志やと学会など、いくらかの機関、協会が反論を挙げている。鉄造説そのものに関しては、以下のような指摘もある。遭遇隠蔽説は、主にジョージ・アダムス・キーラが宇宙人とのコンタクトに成功したということを、 信奉しているものの中から生まれた説である。アダムスキーは1952年、宇宙人の乗った空飛ぶ円盤と遭遇し、金星人や火星人とコンタクトを取ったと主張したが、その中に、ガツには大気があり、地面には都市も存在するという証言があった。なおこれらの根拠として、当時の宇宙飛行士のインタビューにおける証言を持ち出すものもいる。 しかし実際には発言内容を曲解したり強引にこじつけてそのように解釈できるようにしたものが多く中には実際に発言していないことをでっち上げ実際の証言とは全く異なるものに仕立て上げたものもあるまたアポロが遭遇した UFO や月面上の人工建造物が映っているとしている写真の多くも NASA が公開しているものや取り寄せたものであること さらに NASA などが情報を隠蔽しているとする、その話の情報源が NASA の公開しているものだったりするなど、明らかな矛盾を生じているという指摘も存在する。日本においては、八尾イ・ジやコ野健一といった人物が、これを主張している。中には、ソ連もすでに月まで人類を送っている、月面内部は空洞である、火星に、 すでに人類が着陸しているといった説を主張する者も,もいる。また、日本で上記の鉄造説がテレビ朝日の番組で取り上げられるまで広まらなかったのは日本のオカルト研究家がそれまでこれらの遭遇隠蔽説を主張しておりそれと矛盾してしまうということが背景にあると疑似科学超常現象研究家でと学会員でもある水上隆太郎は指摘している。 実際、鉄造説が広まった時もオカルト研究家たちは、ビート、タケシの世界は、こうして騙されたやオカルト雑誌、MU などで、その間違いを指摘していた。2011年、アメリカで、映画、アポロ18が公開された。17号で終了したはずのアポロ計画だが、極秘に18号が打ち上げられ、月面で、 未知の生物に遭遇するという内容のモキュメンタリー映画である。また同年の映画トランスフォーマーダークサイドムーンはアポロ計画自体が月面に不時着した異星人の宇宙船の調査が目的であったという設定で現代のシーンでバズオルドリン本人も出演している。アポロ計画陰謀論の中には 地球周回ではなく月面着陸を果たした宇宙飛行士の劇的な性格の変化を理由として挙げるものもある。よく取り上げられる例として、帰還後のバズオルドリーが鬱病を患ったというものがあるが、宗教的な道へ進んだ人物も多い。ありがとうございます。